どうも、ボーロボと申します。今回は、政治家女子48等、関連の動画です。ニュース記事は、日刊スポーツから。統一地方選、前面ガーシー容疑者のポスターが、港区議選掲示板に、立花氏提案し政助候補者が使用。統一地方選で行われる東京都港区議選。23日投開票、定数34、で、芸能人らに対する、暴力行為法違反、常習的脅迫、などの疑いで逮捕状が、出ている元参院議員ガーシー、本名、東谷義和、容疑者の写真が選挙ポスターとして掲示板に、貼られている。ネット上では、指名手配のポスターなんて、言われていますが、何より問題なのは、立候補者のことが、何一つわからない？立候補者のアピールよりも、ガーシーファンへの恩返しを、目的としたポスターなら、これもありなんですかね？ガーシー本人も、全然ええで、とのことなので。これ、政治家女子48等にとって、プラスになるんですかね？選挙ポスターの規定で、アウトかセーフかより、そっちが問題なような。立候補者については、記事を見ても何もありませんでした。ガーシーに肯定的な、立候補者という解釈で良いのでしょうか？と、まあ、今回は、こんな感じで。気になった人は、チャンネル登録お願いします。Twitter フォローなども、お待ちしております。それでは、また。